本日はこちらのシェルストーンで作るお花ネイルを作ってみたいと思います。それではどうぞ。はい、本日使用する材料です。カラージェルは薄いピンクと紫、シェルはこちら赤と紫と白を使っていきます。はい、ではベースを塗った状態から始めていきたいと思います。では次にカラージェルを塗っていきます。ではライトに入れます。はい、では2度塗りしていきます。ではライトに入れます。はい、ではこちらの上にシェルを乗せていきたいと思います。シェルはこう紙に出した方が乗せやすいと思うので私はちょっと出してみました。はい、ではクリアジェルを塗っていきます。ではお花の形を作っていきます。いろんな大きさのシェルが入っているのでバランスを見ながら作っていきます。では一旦ライトに入れます。はい、では次に親指にのせていきます。ではクリアジェルをのせます。
はい、ではこんな感じでライトに入れます。はい、ではお花の真ん中にストーンをつけていきます。ではクリアジェルをのせます。ではこちらゴールドのストーンをつけます。ではライトに入れます。はい、では他のエビにもストーンをのせていきます。ではクリアジェルをのせます。ではストーンをのせていきます。ではこちらでライトに入れます。はい、ではこちらをトップコートで仕上げていきます。シェルの引っかかりが気になる方はトップコートを2回塗って仕上げます。ではライトに入れます。はい、こちらでシェルストーンで作ったお花のネイルの完成です。こちらのシェルストーン1つあるといろいろなデザインが作れるのでとってもおすすめです。本日も最後までご視聴ありがとうございました。